本日は中国崩壊論についてのお話です。2023年9月アメリカの週刊誌であるニューズウィークが従軍記者のマイケル・ヨンが X に投稿した写真を報道したことで話題になりました。マイケル・ヨンは中国にいる友達からもらった3枚の写真を X に投稿したのですが、その写真とは車も人もほぼいない上海金融街やスターバックスの様子が収められていました。写真についてマイケル・ヨンは、中国経済が大きな苦境に陥ったことを示す最も重要な証だとして、以前と比べて上海はゴーストタウンになったと述べました。この記事は中国崩壊論を再び訴状に載せました。また中国不動産開発業者の碧桂園がドル建て債に対する利子を支払えなかったことによりデフォルトを宣言すると、中国崩壊論は再びブームを起こしました。もちろん中国メディアはこれに反論し、コロナパンデミック以後経済回復の過程で一時的に現れる問題を膨らませて解釈していると述べました。中国外務省は、中国が経済的に崩壊するかもしれないという考えは妄想だと一蹴しました。間違った話ではありません。中国の経済規模は Too Big To Die、 滅びるにはあまりにも大きくなりました。ところで中国崩壊論が取り上げられたのは今回が初めてではありません。天安門事件以後、中国崩壊論は浮上することを何度も繰り返してきました。こう見ると中国崩壊論は中国を嫌ったり滅びることを願う人々の話のように聞こえますが、中国崩壊論の要点を知ると話が違います。歴史を見ても、一つの中国になるまで中国は分裂していました。現在も少数民族は弾圧を毎日のように受けています。広大な領土に多くの人口、多すぎる民族、もしかすると一つの中国を維持するために中国は検閲と監視、統制をしているとも見られます。中国国民が今の中国に満足していて、自分は中国人だという自負心を持っていれば、監視、検閲、弾圧をする必要がないからです。今は中国経済が難航しているので経済に集中していますが、正確に言うと中国崩壊論は経済は一つの要因に過ぎず、少し違う視点で見なければなりません。中国崩壊論とは、中国が超大国の列に加わる前に政治、経済、社会的に崩壊するという主張です。正確には国境内戦以後に樹立された中華人民共和国は、内部的な矛盾と現在の体系が限界に達し、5個16国時代のように分裂するだろうということです。つまりソ連が解体されてロシアが誕生したように分裂しなくても今の中国が崩れるという意味です。初めて中国崩壊論、分裂論が注目されたのは1990年代です。これはスタンフォード大学のフランシス・福山教授が1992年に提示した歴史終末論に基づいています。福山教授は当時自身の著書歴史の終わりを通じて、ソ連と東側諸国が崩壊した1990年はじめ、全ての国の体制は究極的には民主主義と資本主義に修練すると予想しました。また中国もやがて当時のドミノのように崩れていった東ヨーロッパの社会主義国家のように政治的に崩壊するだろうと見通しました。これは福山教授だけが主張したことではなく、時代の流れであり、皆が肌で感じていることでした。実際、中国はあまりにも不安定で、特に経済が乱雑していました。しかし、この危機は1978年、鄧小平が改革開放を採択したことで、多少は解決されました。社会主義体制に市場経済を取り入れ、天安門事件もなんとか終結し、中国の社会主義体制は崩壊せず続けていきました。しかし社会主義国家が資本主義を受け入れたので、その体制に矛盾が生じるのは当然のことでした。1996年に論文「ザ・ショート・マーチ」を発表したアメリカのフーバー研究所専任研究員ヘンリー・ローウェンは、所得増大に伴う自由化要求で中国共産党は1人当たりの国内総生産が7000から8000ドルになる2015年に没落するだろうと主張しました。中国の専門家であるアーサー・ウォルドロン、ペンシルベニア大学教授も1998年に発表した文で、共産党独裁体制は市場導入による挑戦を勝ち抜くことができず、10年以内に崩壊するだろうと予測しました。その後、中国の高成長の中でしばらく静まるかと思われた中国崩壊論は、1997年のアジア金融危機を経て2000年頃に再び浮上しました。当時の中国崩壊論は主に日本の右派を中心に提起され、中国の経済が巨大であることは事実だが、限界点に達した瞬間、共産党一党体制の瓦解と少数民族の独立によって崩壊されるという内容が含まれていました。
中国系アメリカ人弁護士のゴードン・チャンは2001年に出版した著書「中国の没落」を通じて、構造改革に消極的な共産党は問題解決能力がないため、中国が直面している数々の難題を解決することはできず、世界貿易機関加盟による衝撃で5年から10年以内に崩壊すると主張しました。ゴードン・チャンは中国の崩壊時点を2011年から2012年に訂正しましたが、結果は同じで、中国は崩壊しませんでした。2008年のグローバル金融危機以降も中国崩壊論が注目されました。輸出が大きなダメージを受け、毎年高成長を記録していた中国経済が低迷し、2010年にはチュニジアで始まった独裁政権に抵抗する反政府デモ、ジャスミン革命が中国にも流入するという予測のため、やがて中国共産党が解体されるだろうという見通しが広がりました。しかし2008年のグローバル金融危機以降、中国の経済的地位ははるかに上がりました。中国経済は圧倒的な成長を記録し、中国の経済規模は日本を超えて G2、つまりアメリカに次ぐ経済大国として定着しました。ですが、2010年代にも中国崩壊論は依然として提起されてきました。たとえ中国経済が成長し続け、アメリカと G2 としてつながりましたが、中国の知識人たちとの放棄、深刻な貧富の格差、民族葛藤、労使間の紛争などの問題が悪化し、結局中国社会が崩壊するだろうと展望しました。デイビッド・シャンボーがウォール・ストリート・ジャーナルに迫り来る中国の崩壊という文を掲載し、多くの注目を集めました。ここでシャンボー教授は、中国共産党統治の終盤戦が始まり、習近平の無慈悲な政策が中国共産党統治の没落を加速させている、中国共産党の南西権威主義が政治改革の不在と抑圧を日常的に行う強制権威主義に変貌したからだと述べました。デイビッド教授はアメリカ最高の中国研究権威者である上に、この時まで中国共産党の統治能力を高く評価し、ずっと中国崩壊論を否定していた人物でした。ですが習近平政権になってから立場を変えたのです。実際中国共産党は1998年から2008年まで一連の政治的改革を通じて政治的統制をある程度緩和し、変化する状況に効率的な弾力性と適応性を駆使する遠征権威主義でした。しかし政治改革を全身的に推進してきた宋慶孝国家副主席が引退した2009年から、中国は政治改革の不在と過酷な抑圧で以前に比べて弾力性が落ちた公正権威主義に変わるようになりました。特に習近平が政権を握った2012年以降は、全ての部分でより強力な統制が施行され、強制権威主義となり、習近平一人に権力が集中したことで独裁まで至りました。それでは中国崩壊論の正確性と実現可能性はどれくらいでしょうか。結論から言うと、中国崩壊論を支持する人はそれほど多くいません。1989年の天安門事件から現在に至るまで、数多くの中国崩壊論が提起されてきました。中国崩壊論を主張する人々はほとんど正確な時期まで予測する場合が多かったのですが、まだ誰も予測に成功していません。しかもこの30年以上の間、中国崩壊論だけが提起されたわけでもありません。実際中国崩壊論よりは、中国の覇権によって東アジアに平和が訪れることを意味するパクスシニカや中国機械論、中国脅威論などの方が大勢を占めています。このような状況なのに、なぜ中国崩壊論が何度も登場するのでしょうか。中国政府は西洋の一部の政治家と報道機関が中国経済崩壊論を広め、デタラメを言っていると非難しましたが、これは全く間違った話ではありません。中国崩壊論の裏には、西洋が中国の浮上を抑制しようとする意図が込められていることを否定できないからです。中国がアメリカを脅かす国として急に浮かび上がると、中国と中国を率いる共産党に対する恐怖と嫌悪が世界中に広がりました。特に西洋諸国ではチャイナフォビア、つまり中国恐怖症を持っているほどです。MIT 経済学科教授のダロン・アセモグルとハーバード大学政治学科教授のジェイムズ・ロビンソンは、国家はなぜ衰退するのかで、経済成長のためには相違性と革新を引き出せる包囲的制度が必須だ、中国が民主化しない限り永遠に続かないと主張しました。自由諸国の予測または望みでは、中国はとっくに滅びるべきでしたが、中国は依然としてアメリカに次ぐ経済大国であり、同時に世界の共産党の中で最も長生きした中国共産党の一党体制は非常に強固な方です。なぜならこれらは全て中国が資本主義国家だからです。
ブランコ・ミラノビッチ教授は2020年に出版した著書資本主義だけ残ったで中国を資本主義国家と規定しました。ミラノビッチ教授によると、一つの社会が資本主義体制として評価されるためには、一つ目、生産の大半が個人所有の生産手段を利用して行われるべきであること、二つ目、ほとんどの労働者は賃金労働者であること、三つ目、企業の生産及び価格決定を強要する人はいないこと、この3つの条件を中国は全て満たしているのです。もちろん中国の資本主義は日本やアメリカ、ヨーロッパのような国々の資本主義とは大きな違いがあります。ミラノビッチ教授は中国式資本主義を国家資本主義と定義しました。国家資本主義は自由資本主義とは異なり、民主主義と法治主義は欠如していますが、その代わりに国民に高い経済成長率を約束するという長所があります。この経済成長は国家統治を合理化するために必要な前提条件だからです。経済成長を通じて一般国民の生活水準が改善され、耐えられる程度の行政が提供されると同時に、深刻な不平等がなければ国民は自分たちの自由をある程度放棄し、一党独裁を容認することになるのです。ここまで見ると中国は新しいパラダイムであり、西洋の論理を破った国家で、中国崩壊論は単に西洋が望んでいることに過ぎないと思われるかもしれませんが、言わないだけで可能性はだんだん高くなっています。ですが、先ほどお話ししたことを聞きながら思った方もいらっしゃるでしょう。国民に高い経済成長率を約束、国民の生活水準を改善、深刻な不平等がなければ一党独裁容認、この容認にも限界があります。まず経済成長率は鈍化を超えて低迷しています。経済において最も重要な指標の一つである不動産の景気も悪い上に、生活水準は退化しています。青年失業率は史上最高記録を更新し、自分は何もしないという青年層の単品族は増えていっています。単品族自体が中国政府に対する反抗でもあります。先ほどお話ししたように、中国は単一民族でもありません。実際少数民族の中で最も有名なチベット民族とウイグル民族は、機会さえあればすぐに独立しようとするでしょう。そして一党独裁を容認できる条件の不平等も深刻化しています。両極化と貧富の格差は国家滅亡の条件であり、中国経済最大の弱点です。さらに一般的な資本主義国家は、両極化と貧富格差をはじめとする資本主義の短所を補うため、修正資本主義を採択しています。しかし中国は独自の資本主義を実行しているため、修正資本主義を導入することも真似することも難しい上に、実行したとしても先例がないので、どのような結果になるか見当がつきません。不正腐敗も深刻です。腐敗が一定水準を超えると、国民は不満を我慢できなくなります。腐敗が深刻になると経済成長は不可能になり、生活水準に直接的な影響を及ぼすからです。国家資本主義体制は必然的に腐敗を招きます。習近平は2013年から腐敗との戦いを繰り広げるとしましたが、本当の目的は腐敗根絶ではなく、社会の腐敗を耐えられる水準まで減らすことでした。実際にこの政策が成功し、習近平の反腐敗政策は中国の国家資本主義をある程度安定させることができました。しかし腐敗根絶のためには官僚の裁量権をなくさなければなりませんが、これは国家資本主義の特性上不可能です。つまりある程度安定させましたが、腐敗は解決できないということです。中国崩壊論の可能性が高まっているとはいえ、すぐにそうなることはないでしょう。問題点と矛盾が多いのは事実で、弱点も多くありますが、中国はまだ経済規模が大きいからです。以前から台頭していたこの中国崩壊論が全て間違ったのも、中国経済の成長が想像以上に早かったのが理由です。同時に社会的内部的に問題になることは、監視と検閲、弾圧で抑え黙殺しました。ですが検閲と弾圧、監視はもう不満を収めることができない状況です。さらに世界は中国の現在の体制が崩壊したり分裂したりすることを歓迎し、中国に対抗する勢力、または国民が立ち上がったら共産党の反対側を支援するでしょう。これは個人的な意見ですが、今この状況が新冷戦のエンディングパートになるのではないかと思っています。不満の声が沸き起こり、経済が低迷している今が中国の未来がかかった瞬間ではないかと思っています。新冷戦のエンディングを迎えるか、それとも画期的な方法で経済成長をするかの分かれ道です。中国崩壊論についてでした。